かな。1問目はこちらです。ぬん、好きな食べ物は。いやでもさ、なんか外してく、え、1個ですか。あ、そうペコですね。ペコラ1個しか答えておりません。え、さすがにさ、これ違ったらキモいってマジで。キモいまで言うペコなの。そうだね、ちょっと。え、でもさ、でも私はこれだと思うな。じゃペコラの、まあ、配信だったりとか、まあ、見てくれてたりとか。マジこれじゃなかったら聞くわ。みんなとのコラボでもペコーラ言ってなかった。ペコだっけ、それじゃなかった。いや、ま、引くわとか気持ったけど、むしろ当てれなかったらこっちが引くから。なになに、なに、外してきてる、もしかして。あれ。え、でもまあ分かってくれるはずだと思う。一度は言ったこと絶対あるからね。見てよ、好きな食べ物はの横にさ。まさかペコラちゃんね。これじゃない。いや、もしかしたらあれはそうかもしれない。こんなに下にも大々的に載ってんのに。え、これち、え、みんなも書けたの。え、待って待って、え、書いたけどちょっと外してる気がしてた。なんか違う。え、もしかずらしてきたこいつ。あれ、ずらしてきたのか。いや、純粋にでもペコラは言ってると思うし、多分みんなが思ってるやつじゃな、え、思ってるやつでも合ってる人いると思う。ずらしてきてるか、こいつ。じゃあ3人出揃いましたか。はい、オッケーです。じゃあまずは3人の回答を見てみましょう。こちら、リンゴの牛乳。これさ、ずらしてきたか、食べ飽きたんじゃないかな。そう、そう、そう、だから結構配信とか見て、まあ、牛乳はいつも飲んでんじゃん。あ、牛乳いつも飲んでる。で、フグの刺身は、そのさ、前にペコラって囚人になった時あったじゃん。あった。あの時になんかフグの刺身が食べたいとか。でもペコラってさ、なんか変わるじゃん。なんかその時ハマってるものがさ、コロコロ変わるんよ。でもこれハンバーガーも一世代前ハマってたけど。マジ。あれ、マリアのリンゴは。え、リンゴはだってもうリンゴ派か梨派か、梨派かを知るほど競技したり、もうリンゴしか勝たんみたいな感じだった。それはリンゴと梨を比べてだから1番とかではない、多分。これで人参だったらどうするもしばきます。ちょっと VTR でも見ましょうか、皆さん。じゃあ正解の VTR はこちら。ハンバーガー。ハンバーガー来た。ハンバーガー来た。人参好きじゃない。これすごいよ、結構当てたの。え、すごいのこれ。だってほら、みんな外してるし、しかも人参だと普通思うところでこれ当ててるからね。確かに。でもさ、イラストもある、イラストもある。ちょっと待って、でもマリーのセコいところがイラストで人参とか牛乳が使う。いや、これセコさじゃないって。これは、これは絵だから別に。結構自信あったよ。2点ください、2点ください。じゃあ分かる。じゃあ今回確かにな。じゃあ2点マリーね。いや、これさ、2年後もしてさ、ハンバーガーじゃなかったら芝居っていい。変わったら。